いな。めっちゃ綺麗やん。これ楽しいね。いつでもどうでも何度でも J1 全試合ライブ配信スカパーオンデマンドで。はい、いつでもどこでも何度でも場所だけは動かないようにしてもらえると、はい、使う、あー、噛んだ、大丈夫です。 Hey 自分スカパーオンデマンドで。はい、OK です。スカパーオンデマンドで、はい、スカパーオンデマンドで、スカパーオンデマンドで、どの、はい、スカパーオンデマンドで。最後ちょっとカメラ目線 We are enjoy って言っていいですか。じゃあすいません、もう一度同じような形で。これ楽しいね。 We are enjoy。 それがいい。3、2、1、スカパーオンデマンドで。あ、うめえ、めっちゃうめえ。よっと、よし、2つだな。2つや。やっぱり気になった選手がピッと押したらスパッと出てくる。素晴らしい。ま、何分にゴールが入ってで誰が決めたかとか、もう全部この一つの画面に出てるんで、押したらその全ての情報が簡単に出てくるんで、すごい分かりやすくて、気になるところすぐ見れるんで、すごい誰でも簡単に見れる。いや、基本的に見ないんですけど、逆に試合出て、ところがこのキーパーって言って、そのやっぱり名前出てきて、そういう顔写真とともにプロフィール見れてって、やっぱり知ってもらえるし、ありがたい機能ですよ。本当にテレビ見てるみたいな、綺麗な画質で、見てても見やすいし、素晴らしいと思います。押すだけで簡単にいろんなの見れたり、画質も綺麗で、すぐ情報とか見れるし、すごい便利でいいなと思います。これよく見られますよ。家でもスカパーこれやっ入ってて、家でも実家でも試合みたいにしてます。サンドの飯よりオンデマンドでしょ。それは言い過ぎですよ。まああと自分の試合だけじゃなくて、自分の友達が出てる試合も見たりしますし、だから結構使ってます。まあ個人的には見ないですけど、これがやっぱいいとこだけちょっとすぐ時間ピッてやって、いいところで見て気分よく寝れるんで、見て個人的にはアニメ好きなんで、やっぱアニメ見れるっていうのは本当でかいですね。アニメ見れるっていうのはエルモや。じゃあ S5 の何かコーナーがぜひスカパーでやっていただけたら嬉しいなと思います。なんかバラエティとか歌番組みたいなのもあったらちょっと興味ありますね。世代のボンミス集すごい笑えるみたいな。ここでのクラブハウスでのなんか一日みたいな、ボーリング生中継、視聴率なさすぎない？ボーリング行きたいだけで釣りでもいいよ、ね、船借りて。その後は耐える時間が続くも、くしびきが好セーブを連発し、なりふり構わず攻め込む仙台をシャットアウト。そうです、そうです。はい、若さあふれる思いっきりの良いドリブルやシュートが武器で、すんごい。すごいな。はい、なんて言いましたっけ、さっき。覚えてないんだけど。すごいなぁ。はい、はい、ありがとうございました。はい、すごいなぁ。めっちゃ綺麗やん。これ楽しいね。いつでも、どうでも、何度でも J1 全試合ライブ配信スカパーオンデマンドで。